準決勝進出。その3人と1回戦勝ち上がりの6人、計9人で戦う準決勝は3試合。そこで勝ち上がった3人で決勝戦を戦う、合計10試合の真剣勝負。各大会の優勝者には賞金30万円が贈られます。1回戦 B グループはキム・ツルギが今シリーズ初勝利、スコア198の小林芳美がワイルドカード候補となった。そして1回戦 C グループを戦うのはこの3選手。令和のブレイクガール、尾上萌香。現役大学生とプロボウラー、二足のわらじを履く尾上、現在大忙し。大学4年生で3月の卒業に向けて今卒論をしている途中なので、パソコンに向かう画面が多くなって、ちょっと今先発待ってます。卒論の方が。試合で全国を飛び回るプロボウラー、そんな忙しい中でも卒業論文に取り組んでいるという尾上、気になる卒論のテーマは。テーマはボウリングのことにはしたんですけど、やっぱ知ってるつもりでも知らなかったこととかが結構出てくるので、調べてよかったなと。ちょっと恥ずかしいんであんまり内容は言えないですけど。ボウリングと改めて向き合い、さらなるレベルアップへ。型破りなバックアッパー、岩見綾乃。今シリーズここまで1回戦最下位がなく出場停止なし、全5大会にフル出場している岩見だが、準決勝でめちゃめちゃ弱くなるんですよ。1回戦はハイスコアを出すものの、準決勝ではその勢いが保てない。一体なぜなのか。体力がないっていうのが結構課題な気もしてて。課題克服を目指し、体力アップのため取り入れたのは、なんとキックボクシング。今疲れると私ってみたいな、投げた後にトットみたいになっちゃうんですよ、疲れちゃって。だけどキックってこう蹴るんで、こっちがこう鍛えられる、同じ足を鍛えられるんで、この足をこいつを育ててます。鍛え上げた足で頂点まで駆け上がれ、ドサンコアスリート、テラクタチカ。気分的にはもう起伏が激しい1年で、全シリーズでは2回の優勝、若手のトッププロ寺下。しかし今シリーズの最高成績は3位と優勝がない。 B リーグ優勝6回を誇る寺下としては、このままでは終われない。1年に1回は優勝したいという思いはあります。気合が空回りしないぐらいの気合を入れてしっかり投げたいと思います。シリーズ最終戦で7回目の栄光をつかみ取れ。 B リーグシリーズ2022第5戦、この時間は1回戦 C ブロックの模様をお送りしてまいります。解説は矢野金太プロです。矢野さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。この1回戦 C グループは岩見綾乃、そして寺下知花、尾上萌香の3人での争いということになります。まずは寺下です。まあ、寺下は去年の全日本では非常に悔しい思いをしたようですね。そうですね、僕もびっくりしたんですけどね、決勝が終わって、まあ、準優勝であったんですけれどもね、その後彼女があんだけこう泣いたのは僕初めて見ましたね。あと一歩でね、優勝というところでしたからね、はい。さあ、そして岩見です。バックアッパー、ストライク。ここはストライクスタート、寺下、そして岩見。その上、全シリーズでは優勝も果たしました。前回3位。ちょっと落としちゃったという声が聞こえましたが、裏からストライク。今のは山本さん、はい、ボールの回転軸をね、少しこう変えようということで取り組んでいるようなんですけれども、はい、まあ、そのあたりの影響も少しあるのかなと思います。なるほど。田中さん、はい、尾上ですが、そのボールの軸についてですが、今試しているそうです。私はボールの縦軸が強いので横軸を使うことを意識していますと話していました。この話聞いているとき、隣に寺下がいたんですが、
ちゃんと横軸を使えているよと話していて、それを聞いて尾上も喜んでいました。なるほど、その手らしさがストライクということですが、山田さん、これはどういったところですかね。はい、今まで尾上プロ縦回転が強くて曲がりが小さかったので、はい、少しそれに横を加えて曲がり幅をもう少し出していこうということです。今の手らしさのまあ少し横回転入ってましたね。はい、そうですね、手らしさのボールがちょうどこう回転が見やすいのでね、はい、その少し縦と横のバランスがなんとなくイメージできるんじゃないかなと思います。さあ、そして岩見の、ここはセブンピンが残りました。まあ、岩見は最近キックボクシングを、ね、始めたということですね。独特なトレーニングというかこう発想でね、頑張って、なんかちょうど投げる時の軸足と、はい、蹴りの時の軸足が何か同じだということで、その軸足しっかりと体を鍛えるという意味でもやっているそうですね。はい、非常に楽しいと言ってました。さあ、尾上、おっとストライク、今度はうまく打てましたね。はい、そうですね、今のは少しこう分かったかなというような回転でしたね。手出したと尾上がダブル。さあ、闇GBU 出ました。岩見は第2フレームはスペアです。はい、さあ第3フレームです。出らしたの1投目、さあどうか、少し、スピードが乗ったのか、ロールに入るっていうんですけど、最後しっかりこうレーンを噛みながら転がるところがちょっと足りなかったような、はい、そんな天秤の残り方ですね。なるほど。さあ、岩見、こちらの左側はストライクが来たところですが、ここもセブンピンが残りました。今かなりうまく投げたと思うんですけれども、9本カウントになりました。しっかりと天秤を取っていきました。さあ、岩見、さあここもしっかりとセブンピンを取りました。岩見、さあそして尾上、おっと、なんと割れてしまった。これどうですか今のは。そうですね、ポケットはついているんですけれども、先ほどの寺下プロの天秤残りと同じように最後のロールに入る、しっかりレーンを噛んでポケットを作っているところが足りなかったようです。あっと一本、序盤で尾上がオープン、試合の行方は。この番組は